事件発生、注文したラーメンが来ないな、ラーメンがずっと来ないなって思ってたら店員さんがラーメンを厨房に頼むのを忘れてたみたいで今から作るそうですいやなんか書かなきゃいけないのかどうか分かんなくて聞いたのよ、うん、ラーメンの番号みたいなの書いてなかったからラーメンはどうするのか聞いたらどれがいいかって言われながらこれを2個って言ったの、多分忙しくて忘れちゃったの、忘れちゃったの、待ちくたべるだずっと待ってた、今からそう今からだ、まあ、だけど結構待ったからで今からってなると結構落ちるね、さすがにもう食べ終わってるからね、そう俺もうさっきイーシャンのこの残り物食べてお腹いっぱいになっちゃった、たこ焼き食べたし、たこ焼き食べてやっと来ましたラーメン、ラーメンも食べて、待って天ぷら、あり、やるよ、ん、やるよ、やるやるやる、やおおよかったねラーメン店の方がうまい、ね、ああそりゃそうだろう、ラーメン店は抜けないだろさすがに、ねえ